してペネロプコモサバ、皆さんこんにちは、ペネロプです。今日はなんとゲストの方にお越しいただいてます。ボンジュラトゥス、シュウです。普段は僕も YouTube をやっていて、僕の YouTube の方で言語に絡めた動画みたいなものを撮ったりしています。シュウさん、なんと外国語10カ国語喋れるという素晴らしいすごい人なんですけど、それだけじゃなくてですね、青山学院大学4年間連続で首席で卒業したという、なんか私こんなところに座ってていいのか分かんないようなで、まあ今日フランス語エキスパートの夏井ペネロップさんの動画に出させていただけることになりまして、今日なんか一緒に面白いことできたらなというふうに思ってきました。ありがとうございます。お願いします。シュウさんはフランスに短期留学もしてたので、はい、今日はシュウさんと一緒にネイティブに聞こえるかっこいいフランス語のフレーズっていうのを紹介していけたらなと思ってます。めちゃくちゃハードル高いですねネイティブに聞こえるフランス語をできるようにじゃあ頑張っていきたいと思います。はい、どうぞどうぞ。Allô, Chou, ça va? Allô, Nasumi? Ah oui, c'est bien. Et toi? Super. On va faire une soirée demain soir. Tu peux venir si tu veux? Alors, demain... Hélas, j'ai trop de devoirs demain soir. On en refait une la semaine prochaine à la mémoire. Ça te dit? Je vais checker. Oui, je serai dispo. J'ai hâte de te voir. Oui, super. Ok, du coup, je te tiens au courant. D'accord, merci. Super. Super. Au revoir. Au revoir.On va faire une soirée demain soir. Tu peux venir si tu veux. Tu peux venir si tu veux. Si tu veux っていうのが出てきたと思うんですけど、もしよかったらっていうようなニュアンスで使われてます。日本語で直訳すると、もし何々したかったら何とかしてもいいよっていうような直訳になるんですけど、なんかフランス語で言う時にはあんまりなんかそこまで あなたが何々したかったらっていうようなニュアンスはなくて、なんかさらっとよかったらみたいな感じですね。Alors, demain... Hélas, j'ai trop de devoirs demain soir. Hélas. Hélas, c'est une phrase, c'est マジかよみたいな、うわーやったわーみたいな、そういう感じの感情を表すときによく使います。これって英語でも実は同じような言葉があって、英語だとアラスって言います。ラスって言葉はもともとラテン語から来ていて、でラテン語からなんかフランス語にやってきて、それがまた英語に入ってって、でフランス語でもそのまま成長してって、まあとにかくね、その悲しいだとか残念だとか、そういうことを表す言葉として使われてます。On en refait une la semaine prochaine à la mémoire. Ça te dit? Ça te dit? Ça te dit? どう?っていうような。なんかこう、提案して、それについてどう思う?みたいな。結構よく使いますね。提案をしてから、ça te dit? っていうこともできるし、ça te dit de faire une soirée avec moi? とか、ça te dit の後に何々するっていうのもできても大丈夫です。フランス語で喋ってる時に、自分から何かこう提案したい時とかに、まあよく使えるかなと思います。je vais checker. ウェーっていう言葉ですね。ウィーははいじゃないですか。はいよりもなんかもうちょっと定まってないような、まあみたいな考えてる時のはいですね。次にフランス語がなかなか口から出てこない時、つなぎの言葉として使うとめちゃくちゃいいですね。je vais checkerチェッケっていうんですけど、チェックってこれ英語ですよね。英語のチェックなんですけど、日本でも OK とかサンキューとか言うように、フランス語は英語からの借用語が現代で結構多くなっていて、ナイスとかイエスとかダメッツとか、そういう言葉もフランス語若者の間で使われることが多くなってます。J'ai hâte de te voir. J'ai hâte de っていう言葉ですね。これは何とかを楽しみにしていますという時に使うフレーズです。英語で言うと、I'm looking forward to みたいな感じに当たります。J'ai hâte。この後に、do をつけた場合、不定詞で文章を続けられます。もし、J'ai hâte。Q で導いた場合、その後に続くのは、接続法になります。接続法をぶっちゃけ言うと僕もあんま覚えてないんで、基本的には J at do 不定詞っていう感じで使ってもらえたら使いやすいんじゃないかなというふうに思います。Je te tiens au courant. また連絡するねみたいな。なんか être au courant。 être au courant っていうのはこう知っているとか情報に通じているっていう意味なんですけど、例えばなんか、あ、私そのこと知らなかった、その情報知らなかったっていう時に、あ、j'étais pas au courant。
J'étais pas au courant っていうと知らなかったっていう意味になるんですね。なので今回のディアログで使った J'étais pas au courant っていうのはその情報に通じているようにするねみたいな直訳だとね。J'étais pas au courant なんかそう電話最後ね切るときとかまた何かあったら連絡するよみたいな感じのときに結ぶ、フレーズとして使えるかなと思います。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。ダイアログを通して使えるフランス語を紹介してきたと思うんですけど、楽しかったですね。めっちゃ楽しかったですエンディング2回目っていう、そう、さっき撮り忘れちゃってすいません。なんか結構どのフレーズも日常会話でよく使えることだし、はい、ぜひぜひ皆さん使ってみてください。やっぱ夏目さん詳しいですね、本当。いや、全然まだまだめっちゃ勉強になりました今日今回シュウさんはフランス語を一緒に使って動画を撮ったんですけど、冒頭にも言ったように10カ国語喋れるということで、いろんな言語を使った動画もシュウさんのチャンネルの方にあるので見に行ってみてください。ありがとうございます。一応フランス語だけで喋った動画も多分結構僕の方のチャンネルにもあるので、なんか参考にしてもらえたら、うん、と思います、ね、今オランダ語を勉強してます。今オランダ語勉強してます。100時間でオランダ語勉強したことになるかみたいなチャレンジがあって今何時間目ですか。まだ36とか結構やばい、まだ道のりは長いというということで、今日は最後まで動画をご視聴いただいてありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。オファー。